セシル・マミートはフィリピンの男子テニス選手。アメリカ合衆国ロサンゼルス出身。ATP ランキングのシングルス自己最高は72位。マミートは6歳でテニスを始め、1996年に20歳でプロ転校。1999年にウィニペグで開催されたパンアメリカン競技大会にアメリカ代表として出場し、男子シングルスで準優勝している。 1999年の SAP オープンでマミートは唯一のシングルスの決勝に進出。マーク・フィリプルシス2、3から6、2から6で敗れている。四大大会は1996年全米オープンで初出場。四大大会は2回戦進出が最高成績である。2006年よりデビスカップフィリピン代表に選ばれている。アジア大会ではシングルス。 ダブルスで銅メダルを獲得している。マミートは2012年5月にアメリカの ITF シ子サーキット出場したのを最後に公式試合から遠ざかっている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。